テオドール・ビルヘルム・エンゲルマンは、ドイツの植物学者、生理学者、微生物学者、大学教授、音楽家。1882年に光合成活動における様々な色の光の影響を測定する実験を行い、葉緑体で光エネルギーから化学エネルギーへの変換が起きることを示した。百六十一年から百六十二年まで、イエーナ大学で、 自然科学と医学を学び、その後ハイデルベルク大学、ゲッティンゲン大学、ライプツヒ大学で学んだ。1867年、ライプツヒ大学で医学博士号を取得した。1870年からユトレヒト大学で生理学を教え、1877年に教授になった。1897年、ベルリン大学で生理学を教え始め、そこで アーカイブフィア・アナトミエ・ウント・フィー・ジョリチーの編集者にもなった。1908年に退官し死ぬまで編集者を務めた。1870年にオランダ王立芸術科学アカデミーの外国人会員となり、1897年に正会員となった。1895年王立協会からクルーニアンメダル受賞。 エンゲルマンの生理学の分野への大きな貢献は1873年から1897年にかけての研究であり、ここで思う筋の収縮を観察した。筋肉の繊維の目に見える帯に焦点を当て、違法体の体積は収縮中に増加したが、東方体の体積は減少したと指摘した。彼は筋肉収縮を可能にしたのは2つの帯の間の相互作用であると、 理論付けた。また、1875年にカエルを解剖する実験の後に、心臓の収縮がそれ以前に信じられていたような外部の神経刺激ではなく、心筋自体により引き起こされていることを示した。光合成に関する3つの重要な実験を行った。1881年、青みごろのストランド内の葉緑体への細菌の移動を観察した。エンゲルマンは、 細菌が草類の光合成的に活性な葉緑体により生成された酸素に反応して動いていると仮定した。これは細菌における性の早期症について最初に記録された観察の一つであった。1882年、カールツァイスにより設計及び製造された装置を使用して有名な作用スペクトルの実験を行った。改造した顕微鏡には 顕微鏡のスライド上に微視的スペクトルを生成できるプリズムがあり、この装置は異なる波長の光を分けて測定し、マイクロ分光器にすることもできた。エンゲルマンは、この装置を使用して、可視スペクトルの光で、塩草さ属のストランドを照らし、異なる部分を異なる波長の光にさらした。酸素を求める細菌ビーターも、この装置に加え、細菌がどこに蓄積したかを記録した。 細菌が群れているところにより、どの領域が最も高い酸素濃度であるかを見ることができた。彼は最も光合成的に活性な領域が、細菌の濃度が最も高いと結論づけた。細菌は赤と紫の光の領域に蓄積し、このことはこれらの波長の光が最も光、合成活動を起こしたことを示している。しかし、 この実験は太陽を光源として使用したため多少の欠陥があった。彼は太陽がすべての可視光波長の光を同じ強度で放出するわけではないという事実を説明できなかった。ただし、植物色素のさらなる分析により結果が有効であることが証明された。1年後、エンゲルマンは光食細菌が同じように紫外光を利用することを発見した。 ヨハネス・ブラームスは、エンゲルマンに、弦楽史重奏曲第3番を検定している。ありがとうございます。